自分自身でこんな企画をちょっと YouTube でやろうかなと思って、まあ、あの企画説明のですね動画を撮ろうかなと思いますあのー、まあ内容がですねメルカリ100万円チャレンジですね、まあ、これすごい単純なんですけども家にある不要品をもう売りさばくっていうのをちょっとやろうかなと思っててでこれ理由がですねあのー、もう今家2つ借りてて1つなんか事務所みたいな感じで借りてるんですけども解約しようかなと思ってて 多分9月いっぱいで解約するんですよね。でそうすると、そっちの家の方にも,もう結構な荷物あるんですよ。まあ服とかもそうですし、不要品とかもそうですし、あとは出品さえしてない商品っていうか、ものですかね。っていうのも有罪庫としてあるわけですよね。まあ、なので、まあその不要品をその、 もう一つの家に持って行ったりとか、実家に持って行ったりとかしても、やっぱり邪魔なんですよね。で、僕、ミニマリストに基本的になりたいので、あの、ものは本当に一個も持ち,持ちたくないんですよね。トランク一個でなんか生活できるみたいな生活をやっぱ憧れてて、まあ、なので、あの、メルカリで売りさばこうと。で、これも理由としてはですね、ま企、あ、画化しないとどうせなーなーになってやらないし、 まあどうせちょろっと出してすぐ終わりになるんだろうなみたいな、うん、だってメルカリで出すのもめんどくさいじゃないですかあのそれだったらなんかインターネットで影響力高めたりとかその無形商品作った方がそもそもそう発送とか送料とかもないのであの僕だったらそっちをやった方が絶対に得になるんですけど、まあ、今回はもうメルカリのチャレンジ企画 でこれを見てくれた方で、例えば、あ、じゃメルカリでもこんなに売れるんだ、じゃあメルカリでとりあえずあの不要品を販売して、まあ、手元に50万ぐらい作ってみようとか、なんかそういう気持ちになってくれる人が増えたらいいなっていう、ただそれだけですね。で、あとですね、あの、eBay ですね、もう最近ですね、海外と日本の価格差がどん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 あんまりなくなってきてるんですよね、まあ、ある商品になるんですけど、 わかる方は多分わかると思うんですけども、にはなってきてるので、それだったら、2013年からブ販パなってきたので、その知識と経験を詰め込んで、メルカリをちょっと攻略ではないですけど、あの、やっていこうかなっていうのは思いましたね。で僕、メルカリはですね、実は出品したこともかなりあるんですよ。 で昔の出品した履歴を見ると、基本も服とか靴とか、売却済みで見れます今見てるんですけど、あと不要品ですね。あの、カメラ転売の時に買った、よくわかんないカメラとか、あとはなんか、ガジェットっていうか機械みたいの買って使わなくて売るとか、あと自転車のパーツ買って、あ、これ使わないから売るとか、サングラス買って結局使わないから売るとか、a アマゾンエコー買って売るとか、 結局不要品売ってますね、やっぱり。あと自転車の鍵とか、<や>椅子とかも売ってます。あと本、あ、本めっちゃ売ってますね。あとスイッチのゲームとかも売りますし、でも服とかは多いですね。今はざっと見たら70商品ぐらいはあの売ってる履歴ありますね。 でメルカリはトータル1000以上あの評価あるのでそうですね結構メルカリで不要品とか買ったりしますねその自転車のパーツとかなんか昔メルカリで服とかなんか小物とかアクセサリーとか買いまくってた時あって基本なんかは安いじゃないですか新品のものでもだからメルカリで結構買っちゃ、ま、買っちゃいますね まあにはなるので、その100万円チャレンジ、まあ企画としてやろうかなと、まあちゃんと動画編集とか、なんかメルカリで売れるタイトルの付け方とか考え方とか発想方法はこんなんありますよとか、なんかトラブルはとか、そういうのなんか一緒に、なんかそういった情報ですね、共有していこうかなって思うので、あながちあのメルカリって結構めちゃくちゃいいんですよ。 なので、あながちですね、その、物販やり、物販の副業やりたいっていう人で、海外に売りたいっていう人もやっぱりいると思うんですけど価格差を見て。でも、今持ってる不用品を一番最初に、やっぱりメルカリで売るところから始めるのが、一番いいかなって思いますね。で、あとはですね、eBay の、まあ2013年から僕、仕入れしまくってたんですよ、当時から。 で昔の商品とかもめちゃくちゃあるわけですよで。僕が持ってる商品がめちゃくちゃ高騰してるんですよね。日本でも海外でも。だから本当に多分10倍、20倍とか下手したら全然そういった商品もあるんですよ。だからめちゃくちゃいい投資したなっていうのはありますね。2013年から買っていた商品とかあるので。でそれを あ,のあとは、でっかい商品とかも結構あるんですよ。僕は小さくて軽くて壊れにくいものっていつも言ってるんですけど、もちろんその2013年から副業で物販やると、その仕入れミスるんですよ。でっかい商品買っちゃった、重い商品買っちゃったとか、壊れやすい商品買っちゃったとかって、あ,るあって、しかも今だと、送料が e b a y で発送するとめちゃくちゃ高いじゃないですか。あのでっかい商品とか重い商品って。 それだったらもう日本で不要品として売っちゃえばいいんじゃないのって思いましたよね。あと衣類とか不要品も売りたいですね。まあ、衣類とかだったらもう服であったりとか靴とかなんか小物とか。あと不要品っていうのはなんかガジェット系が多いですよね。パソコン周りのものとか。そうですね。なんか小物とかですわかんないですけどそういうのがまあ。 あと本とかですね。本とかも多分200冊とか300冊ぐらいとかあるので、本も売りたいですし、あと iPhone とかも売りたいですね。iPhone も5台ぐらいあって、それも使ってないのもありますし。だからその辺の不要品をとにかく、その価値がどんどん下がっちゃうので、あのどん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 売っていきたいと。 で、手数料と送料を考える。これがまさに eBay とメルカリ。まあ手数料と送料ですね。もう基本に戻って考えてほしいんですけども。じゃ、eBay ですね。あの、ま、あすごい、ま、あ約っていうか、約になっちゃうんですけど。メルカリは10%ですね。まあ、eBay 多分手数料は約18%とかかかるんですよ。15から20%ぐらい。 めちゃくちゃ高いですよねで。クーリエで約3000ぐらい送料がかかるとしますね。まあこれもおよそでも全然。まあ切りがいいのでこの数字にしてるんですけど、ちょっと前だとい、e、パケットとか、あのスモールパケットとか使えたので、まあ、そうはいってもですね、やっぱ1年、2年前に比べるとあの送料ばが高くなってるんですよ。本当に。 アメリカだと150円で遅れたスモールパケットが750円になりましたみたいな。だからそれ考えた時に手数料がですね激高でその送料も3000円ぐらいとかもう本当に3000円ぐらいかかったりとかい路地とか使ったりとかしてもやっぱりこれぐらいかかったりとかするんですよね。で例えば船便とかもあるんですけどもそもそもあれ3ヶ月ぐらいかかるので2ヶ月から3ヶ月とか。でしかもですねしびれを切らせてまだ届かないんですからで普通に そのトラブルの,その上げてくるのでトラブル報告みたいなで勝手に返金とかされたりしたらあのアカウントに傷ついちゃうのでもうリスクでしかないんですよね最近そうだからその手数料と送料を考えた時にメルカリだと落札手数料が10%であとはメルカリだともう基本レターパックでいいのかなっていうあれぐらいのサイズの 基本的に小さくて軽いものレターパックで入っちゃうのでレターパックだとそのポスト交換できるしもちろんトラッキングナンバーついてるんですよねであとは日本だと定形外だと200円ぐらいできましたっけあとは定形外とちょっとでかめのものっていうのもでかめのもので例えばそんなに利益出なそうなもので送料が安ければ定形外でいいのかなってなりますね U パックとかそのヤマトとか使うとやっぱり これ800円とか1000円ぐらいは結構かかってきちゃうので、基本的にレターパックあたりで、レターパックの、レターパックをですね、例えば郵便局で、まあ、50枚ぐらい買ってきて、それをまあ家に梱包、梱包ルームみたいなのを作るんですよ。レターパックのケース、あとは定型外のシール、封筒とかシール、ハサミ、プチプチとか。で、これで、その梱包、 梱包ボックスみたいのを作りますねでレターパックだとポスト投函できるんですよ。だから売れて、レターパックだと、あれは印刷すればいいんですよ、確か。レターパックで。で、Amazon 支払いとかできるので、AmazonPay みたいな。だから印刷して、あのその、相手の住所とこっちの住所確か切って、レターパックに貼るだけなので、めちゃくちゃ楽ですね。 普通にあとメルカリだとそのコンビニとかにですねメルカリ専用の梱包材とかも結構売ってたりするのでそういうのを使ってもいいのかなって思いますねで最終的に100万円チャレンジは何か目標かっていうと、まあ、メルカリでですね100万円の売り上げに行くのに何日かかるかみたいな感じのことをあのやろうかなと思ってますね だから実際に梱包してるところとかなんか動画で撮ったりとかレターパックはレターパックって何とかレターパックの使い方とかなんかそうあと不要品を本当にこんな不要品でも売れちゃうんですよみたいなでメルカリって結構見バレとかしそうなので住所とかメルカリ便で送ればバレないんですけどだからその販売してる商品とかは多分そんなに大,大まかに その伝えられないんですけどまあこんな商品こんくらい値段で売れましたってざっくりと伝えることっていうのは全然できるのかなと思うので、まあ、なのでちょっとメルカリチャレンジやってみようかなと思いますねまあ結局こういった企画っていうかその別に100万円が今入って雇用が入ってこまいがあんま人生において変わらないんですよね実際、まあ、なのでそれだったら まあ自分に圧をかけて結局作業っていうのはすごくそのんですかね効率っていうかだから何も企画もせずにただ不用品だけをなんか適当に売りさばこうっていう1日3時間よりもメルカリであの視聴者の方が見てて。 プレッシャーを感じて作業する3時間だと密密度度。がそもそそもも違うんですよ。そののの時間の中の密度だから前者の3時間は例えば20品しか出品できませんでしたみたいなじゃあ後者の3時間は密度が高いから30品出品できましたとか本当にあにこれぐらい自分に圧をかけるって大事なんですよだから例えばその副業を頑張りたい人とか,なんか収入とか収益を上げたい人っていうのは とにかく周りに言うことをですね。とにかく周りに言って自分の密度を高めてください。あとは目標を紙に書く、周りに言うとか。僕だったら結構 YouTube であったりとか、SNS で宣言を結構しますね。あの、こういうことをやろうかなと思ってる。で、僕の宣言はそれでも結構続かないことがあるので、だからこそ、あの、チャレンジ数がめちゃくちゃ多いっていうのはありますね。 ででも結構面白いと思うんですよ確かにあの視点を変えてみるとあ eBay より手数料も安いし送料も安いしどこでも発送できるんだなということを考えた時になおかつ今持っている不用品を eBay で売るっていうよりもメルカリで出してもいいのかなっていうのは全然思うんですよねであとはあの商品がまだ全然少ない方例えば 家の商品とかおばあちゃんちおじいちゃんち実家とか行った時に不要品をかき集めて本当に50個ぐらいの方だとまあ練習で例えば ebay とメルカリに一緒に出品してみるとかまあ例えば ebay の方が本当に2倍とか3倍とかで売れてる履歴があるのであればもうそれだったら ebay 一択で出すっていうのはもちろん当たり前なんですよね。もうただだ最近だとその 日本で人気のあるものも海外であんまりですね値段が変わってこないようなジャンルっていうのも増えてきたのでまあだからこそメルカリはもう一回初心に戻って使うのはいいのかなって思うのとあとやっぱり身軽になった方が絶対得なんですよ人間ってその引っ越しする時とかあとは家賃の関係とか家賃だとそのいらないものにあの家賃を払ってるし あの例えば引っ越しする時もその荷物が多ければ多いほど引っ越し費用ってかさむじゃないですか時間もかさみますよね時間も取られるしあの費用もかかるしっていうことは絶対身軽の方がいいんですよ人っていうのはだから要はどれだけ貯め込むかではなくてどれだけ何かを切り捨てるかの方が人生のお手の身軽度って変わってくるのでだからそれだけあのミニマムにシンプルに。 物を持たたたずに生活しよようみたいな本がたくさんん出てるんですよだから僕もミニマリストの本5冊ぐらい持ってますけどやっぱり物がないければないほど豊かになるよみたいなか結構昔と違うんですよね昔っていうのはやっぱりその戦争後とかっていうのは物がない時代だったのであの物がやっぱり作れば売れる時代だから高度成長期とかそのすごい景気良かったんですけど今っていうのはもう物とか情報が あ,のありふれてるんですよね。ありふれまくってるんですよ。そう。だって欲しいものあったら Amazon でポチってすれば翌日に届くんですよ。要はその倉庫みたいな感じなんですよね。いつでも。要は四次元ポケットみたいな感じじゃないですか。だって欲しいものあったら翌,翌日にポチれば届くみたいな。完全にドラえもんの世界なんですよ。四次元ポケット。 っていうことは、常に4次元ポケット持ってる状態だったら、どれだけ身の回りのものを減らして、必要なものだけ取り寄せればいいんじゃないみたいな、まさにそういった考えに陥ったときに、やっぱり不要品はバンバン邪魔だから販売してた方がいいなっていうのは、マジでありますね、この辺は。で、あの、まあ、今回はメルカリでちょっと僕の方で、まあ、これちょっといつやるかわかんないんですけども、まあ、ただですね、さっき言ったように、 えー、9月にはちょっと解約する予定なので、まあ、10月の頭かそれが9月ですね、まあ、どん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 家にあの荷物をこう運んでってでそこからもう出品していくみたいな感じでゴールはあのメルカリでトータル100万円のですね売り上げを作ったらゴールで最終的に何ヶ月間かかあ何日間かかったっていうことと あとは100万円到達するための考え方とか、その発送方法とか、売り方とか、なんか写真の撮り方、コメントの返し方とか、あと不要品の集め方とか、なんかこの辺のことをですね、なんか情報として共有していけたら面白いのかなって思いましたね。で、あとは普通に iPhone とか GoPro とかも買いましたので、 ゴープロとか iPhone 使いながら実際のなんか作業風景とかを撮りながらそのメルカリチャレンジをやってみるというのをちょっとやってみようかなと思いますはいじゃあそんな感じで宣言ですね結局なんで宣言をするかっていうと密度なんですよ行動とか作業する時の密度をただ自分で高めたいため自分にプレッシャーをかけたいためそれとあとすごく大事なことなので とにかく自分の目標とか何かあったら周りに宣言してやってみてください。絶対密度高くなるので、そっちの方が。そうすると願いが叶いやすくなるんですよね。だからよく紙に書くと願いが叶うとか、誰かに願いを言うと叶いやすくなるって、そういうのって、その、オカルト的なことじゃなくて、ただ単に密度が高くなるからなんですよ。そうなんですよね。 だからバンバン言ってみてくださいじゃあ失礼します